魚センター行ってみよう。おー、あ、美味しそう。はい、今焼津のね魚センター行ってきたんですけど、めっちゃ良かったです。思ったよりすごい広くって、食べるところもたくさんあったりしてね。今日は一人で来たんですけど、今度友達と一緒に行きたいなというふうに思いました。値段もね割とリーズナブルで、ちゃんとあの海鮮も身が厚くて美味しかったです。暑いです。今日も天気は最高ですが、歌う時間は18時なんで、まあ、ちょっと涼しくなってるかなという感じです。さあ、こちら本日のステージです。あそこが駿府城跡ですね。これね、中はこんな感じで今工事中ですね。これからリハーサルです。Smile.
します。本番はね、18時15分からなんで、だいぶ時間ありますけれども、もしよかったらね、ちょうど多分涼しくなってくる時間帯だと思いますので、お待ちしております。ありがとうございました。駿府城夏祭りのリハーサルをモガさんでやっております、はい、このエレキギター生音というねなかなか斬新なリハーサルをしておりますけれども斬新いくつもこぼさする毎日負けたくないことが多くて消えない不安は続くけどその手をずっと離したりしない I don't wanna lose your love and the morning comes強くなれるよもっと素直にここちょっとあれですよねそのテンポのまま入るとなんか忙しいんで一回バーンで解決しなくていいと思います。そのまま、はい。上は B のままで。I don't wanna, don't wanna lose your love. はい、ということで、今から本番です。入ってますか？アイク入ってますか？アイク入ったのね。よし。じゃあ、今からですね、私がミーシャさんに書いた曲で、あなたにスマイルという曲があるんですけれども、その曲をお届けしたいと思います。聴いてください。あなたにスマイル、心にスマイル、届けよスマイル、スマイル、スマイル。あなたにスマイル、いつでもスマイル、届けよスマイル、スマイル、スマイル。後ろのみんなに、あそこのカップルにも。
なで一緒にスマイル、今日せーのスマイル。ありがとうございます。いいね、静岡盛り上がってきてますね皆さん。私の曲でね、ひまわりを咲かせようという曲があるんですけども、この曲は実は手話がついてるんですよ。で今日ね、手話をみんなで一緒にやろうかなと思ったんだけど、時間がないから MC しないでくださいとさっき言われちゃってね。なんで1回だけやるんで皆さんちょっと1回で覚えてください。 OK、 ひまわりをで咲かせ、聴いていただきたいと思います。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皆さんが元気になれるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。旅するマッスルシンガー天童清隆でした。